血液型くんは、リアルクレイジーマンによる韓国の4コマ漫画作品の日本語名、並びに、それを収録した日本の書籍シリーズ名及び、日本で2013年4月から6月まで放送した短編テレビアニメ作品の表題である。韓国で美術教師をしているリアルクレイジーマンが、自身のブログで連載していた、ウェブコミック、血液型性格分類をテーマとしている。 中国や台湾などアジアを中心に話題となり、日本の出版社アーススターエンターテイメントが2010年より書籍として単行本を出版、加えて2013年4月に日本でのアニメ化も決定した。全員が同じ用紙の二等身で顔面につけた円形のお面に自身の ABO 式血液型を記しており、 体色の違いで男女を表し紙や送信部で個人を分けて描かれる場合もある。なお、テレビアニメの担当声優はそのキャラクターと同じ、血液型となっている。第1期は男性キャラがメインだったが、第2期からは女性キャラである血液型ちゃんも登場する。第1から4期すべて2から5分枠のショートアニメ。ナレーションは、なるみ京子。タイトルは順に、血液型くん。 血液型君、ん。二、血液型くん。三、血液型くん。四である。エンディングロールでは、スタッフの血液型も紹介されている。第一期、第二期、第三期、第四期、第一期、十三話は、第二期のコンプリートディスクにのみ収録。血液型君、二に関するカテゴリー、血液型くん。三に関するカテゴリー、血液型君。 4に関するカテゴリー、ありがとうございます。